ゲストを呼び出しましょう。ウィーカフェ店長さんの青木浩二さんです。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ロング全然違います。はい、はい、ちょっとね、超ネクタイ似合ってるじゃないですか。決まってます、超ネクタイ。はい、似合いです。青木浩二さんは今はまあ、ゆいカフェというカフェの店長さんですが、小さい子で夢っていうのは何だったんですか？小さい子は、まあ、親が父親がですね、公務員だったんで、はい、まあ、私も夢は公務員だったんです。あ、公務員なんと手間が。なんで公務員だったんだろう。まあ、もう基本的にちょっと食べられるというか、まあ、まあ、安心でしょうね。安心でしょうね。そうね。ああ、だから、もう公務員になりたい。はい。親も言われて、自分もそう思っちゃったんですよ。そうですね。自分もずっとその意味を持ってたんですけども、はい。はい。はい。なんか、こう変化してたんですか、やっぱり。そうですね。まあ、高校に行った時に、はい、その、すごい優秀な高校と、はい、まあ、その神奈川県なんですけども、神奈川県でトップの高校か、まあ、高校ビリの、はい、高校かっていうその選択肢があって、はい、まあ、こっちという優秀な高校には私行けない、行けないというか、まあ、行けるほどの頭はなかったので、こっちの方に、まあ、ちょっとこう余裕を持って、はい、あの高校に行ったんです。はい、余裕は大事ですか。漫画のビーバップハイスクール、はい、というような、はい、あの漫画のような学校だったんです。え、じゃあすごいじゃないですか。もう本当に人が集まるような。なんと、本当ですか。タバコとかお酒を普通に常の講義だったんですね。正直申し上げて、人生でパンチパーマ、パンチパーマ、パンチパーマというものを初めて見たのが実は高校です。高校でパンチパーマかけてるんですか。高1年生でパンチパーマを食べてる人がわんさかいて、わんさかいたんですか。高校はどんな世界だっていう世界に入ってしまったんですね、高校生の時に。何から変わったんですか。公務員は慣れないって、まあ、公務員、まあ、実際にやっぱりそういう風な高校だと思うんですから、環境でね、環境でガンガン泣いてきますよね。いや、ね、あーと思ったって泣いちゃうんですよね。やっぱクラスの友達もやっぱそういった友達が多くて、はい、でそこでそのパチンコに誘われたかったんですよ。なるほど、頭の感じが高校生なのにもかかわらずパチンコに誘われて、はい、ちょっとパチンコ中毒に、はい、からパチンコ、高校生でパチンコ、高校生でパチンコで、ずっと大学時代もパチンコばかりですから、はい、そういったその公務員の勉強するとかっていうと余裕がないと言いますか、はい、パチンコで仕事になったんですね。ギャップが広がって、いや、はい、パチンコ屋さんでそれ言ってて、じゃあ、稼がないと思ってパチンコになるから稼いでるの、まあ、そうですね、バイト代がその頃はね、ちょうどバブルの時期だったもんですから、はい、結構その時給が良かったんですね。1350円というその破格な、まあ、バイト代で、はい、まあ、そのバイト代は全てパチンコに、はい、まあ、消えるというようなサイクル。おー、はい、なんかサイクルになったんですね。吸い込んだわけですね。吸い込みましたね。結構吸い込みました。はい、でそれでやっぱ結構稼いだりしたこともあるわけですね。稼いだこともありますけど、はい、まあ、多分計算からすると、まあ、負けた方が圧倒的に多いです。はい、まあ、そうですね。どういう高校生だったんですか。ロープで全然イメージが違うじゃないですか、ね、でこのプロジェクトは真面目な雰囲気とは全くギャップがありますが、ありがとうございます。この就職はどうだったんですか。就職は某大手のパチンコ店、はい、やっぱりパチンコなんですね。パチンコ行ったわけですね。そうですね、やっぱりパチンコ好きなの。パチンコ好き、はい、で、なんかこう、絡めるような仕事にしたいと思ってパチンコ店に入って静岡に4年間、はい、パチンコ屋さんですね。で腰をちょっと痛めてしまったので、はい、まあ、退職をして。パチンコ屋さん腰痛めるんですか、ね、やっぱりその、まあ、ドラゴンとか重いですよね。ドラゴンとか重いですよね。何回もこう上げたりしたり重い重要度ですよね、まあ、結構大変で、はい、でそこからの、まあ、パチンコ屋を辞めた後は1年間ちょっとその、はい、インターネットとか、はい、パソコンの勉強をその専門学校に行って、はい、やらせていただいて、はい、でいろいろなその派遣社員とか契約社員を経て、た後に、まあ、ホームページ作成会社に、はい、まあ、就職が。すごい、また違う分野に。はい、はい、はい、はい。あ、ホームページ。あ、じゃちょっとまともになったじゃないですか。まあ、そこでまともな人生に。はい、じゃあそのホームページそんなに、ね、あのインターネットってない、そんなに言われてないものでしょ。まあ、本当にそこからさ、まあ、どんどんインターネットが流行っていくだろうっていう時に、まあ、勉強を始めたので、ちょっとタイミング的には良かった。良かったんですけど、これ先見性お持ちでしたね。ね、すごいじゃないですかね。そうですね。生かしてたらすごいもう社長になってるんで、まあそうですね、実際にその会社員の時に、まあ、朝活というですね、はい、朝そのポジティブなんですよね、
ない人のテンションの高い人たちが集まる会があって、はい、それに定期的に出ていたんですね、はい、そしたらやっぱりその挨拶が全然違うんですよ、はい、朝活に出てる人たちはみんな元気に挨拶してますけど、はい、その会社に行ったらですね、はい、みんなパソコンの画面を見て、はい、目も見ずにおはようございます、それ怖いですね。なんかそうなので、ちょっとその世界が違いすぎて、はいはい、あれこのままだとやっていけないなっていう感じになってしまって、はいはい、まあ退職をしました。なるほど。それで会社が嫌になってまた違うことをやろうと思われた。はい。それがなぜカフェなんですか？そうですね。あの本当にこれを今のカフェをやってるのは縁だけなんですね。はい、私自身は、まあ、名前の、まあ、鑑定だったりとか、はい、あとはそのコーチだったりとかというのをやってたんですけど、はい、やっぱりそのあんまり仕事というところではですね、なかなか、まあ、来なかったというのもあって、はい、で本当にすごく暇だったというか、はい、どうしようかなと思っていた時に、はい、あの青木さん暇だったら、はい、カフェでもやってみないかというのを、はい、そういった声かけで、はい、まあ、じゃあ揺らしてください、はい、ということでやり始めて1年半1年半、はい、あ、じゃあ帰ってても大変じゃないですか。これビルの1階ですか、それとも、ですね、もうビルの4階なんですよ。最悪じゃないですか、全然。全然ね、1階だとね。で、一応内装はこんな感じですね。あの、はい、本当に会員制のバーを、会員制のちょっと借り切るだけ借りて、はい、まあ、やらせていただいてですね。企業家と実業家がでも多そうな感じがしますね。そうですね。そう、あの、青木さんの経営されるカフェ、ゆいは他のカフェとだいぶ違う特徴があるんです。そうですね、あの特徴というのは何でしょうか。まあ、実際にあの、まあ、カウンターのところに、はい、まあ、こういったその、まあ、カフェに来てくれたお客さんの名刺だったりとかチラシをですね、はい、あの置いて広告スペースを作ってですね、はい、ですごい、そこであの、まあ、この人とつながりたいと呼ばれたら、あ、じゃあ、まあ、Facebook なり Twitter なりで、あ、まあ、LINE ですね、でつなげさせていただくということもやらせていただいています。私がイケメンとつながりたいんですよって言ったら紹介してくれますか。もうそういったところからイケメンとイケメンが、まあ、私が考えるイケメンと、はい、あのゆりちゃんが考えるイケメンは違うかもしれないので、あ、そうです、そこはまたそれしかないですね。まあ、ですからね。なるほどですね。いいです、面白いですね。あ、なんかそういう何かないとやっぱ一人4回までね、上げることないですよね。うん、その看板とかもちょっと出せない、まあ、カフェなので。あ、私出せない。そうですよ、あのここ自体が会員制のバーなので、あんまり会員制のバーでその、まあ、カフェやってますとかっていうとちょっと印象があまり良くないというか、良くないですね、はいはい、なのでちょっと本当に私の知り合いの、はい、もう人脈から、あの来てくださいというような形で、はい、もう1年2年ぐらいは人脈作りとかをちょっと頑張って感じでした。じゃあそれだけだと、ね、ちょっと大変で、生活も大変だから、やっぱりネット関係とか、はい、なんかせ、ね、調べたら、ね、はい、あのセミナーとか、いろいろされてましたよね。そうですね、あの今やらせていただいて、カフェで、まあ、勉強会とかセミナーとかを、まあ、定期的にやらせていただいていて、はい、マクロビーとか、あとナポレオンヒルとか、はい、まあ、そういったそのゲーム会とかですね。はいはいはい、そういったものを定期的にやっていただきます。マクロビって何ですか？マクロビというのはですね、はい、あの実際に私自身が習ったというよりは、はい、あの奥さんが学んでいるものなんですけども、はい、その奥さんがもともと大腸にポリープができたんです、はいはいはい、でポリープを切除した後に、はい、あのお医者さんからまたできるかもしれないねって言われたんです、はい、うん、なるほど。で、えっていうふうになるじゃないですか。そうですよね。そこからあの食事、何が原因だったかって言ったら、やっぱ食事が原因だったので、はいはい、そのまあ、食事を変えるというところからマクロビ、マクロビオティクスというのが正式名称なんですけど、まあ、そこで玄米を中心に食べ始めたんですね。実は私もあの80キロぐらいの体重だったんですね、はい、そうなんですね。全然見えないですよ、ね、それが今ではまあ65キロぐらいなんですけど、15キロぶら下げだったってことですか。それ食事ですか。食事だけです。半年で15キロ。え、すごい。半年で15キロ玄米を食べるだけで。あ、玄米って言ってましたよね。はい、あ、玄米ですね。玄米は本当にすごいなと思いましたね。あ、玄米ね。そういったことをマクロビ勉強会とかではあの面白いです、ね、ご案内してますし、豚の丼も、はい、あの痩せる癖は全然いらないですね。全然いいです、玄米、自然のものは、うん、はい。なるほどですね。糖質が良くないって言います。糖質、まあ、だから、ね、はい、やっぱりその腸とかに、はい、まあ、その、まあ、いろんなものが溜まってるんですね、はい、それをこうきれいに洗い流すというところでやっぱり玄米というのはいいらしいんです。はい、あ、なるほどですね。あ、あの宿便ってやつですね、取ったりね、そういったものをきれいに流すことによって、まあ、本当に大事な、まあ、栄養素だけを取り付けて、
まあ、吸収できるっていうところがあるみたいですね。なるほどですね。はい、であとなんですか、その中で。ラクビ勉強会、ナポレオン昼読書会、リップルゲーム、シチュー睡眠。はい、書いてある経路ありましたよね。はい、思考は現実化するっていう本があるんですけども、はい、まあ、その本当に公式の勉強会をちょっとまたご縁でですね、はい、やっていただいていて、はい、でリップルゲームは、まあ、それもご縁なんですけども、はい、まあ、一回ここでも、出演された栗原さんで、はいはいはい、作っていただいてですね、はい、でまあ、リップルゲーム一番最初のゲーム会に私参加しているものなので、はい、まあ、そこからのご縁で、まあ、カフェでも何回か出てきていただいて、なるほどですね。はい、でそれで、まあ、ちょっとあれですけど、なんか、言霊のっていうのがありましたけどね。はい、あ、そうですね。私自身が、まあ、名前の言霊師という、はい、まあ、資格を持っていまして、ただ、浩二さんの名前ってすごい名前ですよね。皇族の皇で司るだから、皇族を司るという名前なんですよ。そうですね、浩二っていうのが、まあ、天皇陛下の脳に、はい、まあ、司会者の師、まあ、浩二なんですけども、はい、まあ、それは王子さんみたいな名前、はい、親にとですね、まあ、祖父がですね、まあ、天皇陛下の次ぐらいに影響力のある人間になれという意味合いで、ね、名前を付けられたんですけども、はい、使命感がある。それを中学生ぐらいの時に聞いて、はい、それは無理だと、さすがにちょっと無理でしょっていうことで、あんまり名前が好きではなくなったので、はい、でそこからその、まあ、35歳ぐらいの時に名前の言霊師の先生に出会ったんですよ。セミナーで出会って、で一番最初に言われたのが、その名前をあなたの名前をまず好きになってください。はいはい、でもうずっと嫌いだったので、はい、どうすればじゃあ好きになれるのかって思って、ちょっと自分に嘘をつきましてですね、はい、だから浩二って名前が好きだって言って、はい、ずっと言い続けたら、はい、ずっと好きになったんですよ。だから今浩二、はい、って名前が大好きですし、よかった、私の名前ね、人生が変わって、で今回は金太郎さんの、はい、まあ、ちょっと時間も限られているので、はい、まあ、その名前っていうのはですね、はいはい、ひらがなには一つ一つに意味がありまして、はい、で一番先頭の普通は漢字で見るじゃないですか。そうですね、漢字ですよね。漢字で見る、隠すから見るじゃないですか。そうですね、でひらがな。そうですね、なんでひらがなんですか。そうですね、まあ、漢字の画数で鑑定するものというのは、はい、自分の人生を、はい、その占うものなんですけども、はい、その言霊というのは、実は名前というのはプレゼント。プレゼント。相手に対してプレゼントだという認識なんですね。はい、なので、その金太郎さんに、まあ、金太郎さん自身だというよりは、金太郎さんと関わっている人が、はい、その金太郎というそのこと、また私にしたら浩二という音が、その相手に対して伝えるもの、与えるものを、まあ、意味として持ってもらうことによって、すごい自分に自信がつくんですね。なので、その金太郎さんの一番先頭、やっぱり私は浩という音が一番強いですし、金太郎さんでしたら木という音が強いです。で木というのはエネルギー、木ですね、はい、大気圏の木とか、はい、でそこの下のものも米の、はい、木の方が使われますけど、それエネルギーです、はい、ですから金太郎さんとこうやってその接しているお話をしたり、はい、一緒にいたりすると、実は金太郎さんからエネルギーをもらうんです、まあ、すごい元気になるんです、はい、そんな気がします。木というのは、はい、大木の木というのもあります、はい、でそうするとそのこういった人になりたいというかですね、自分自身の目標というのもその木というものには意味があるんです。ただその金太郎さんのように大きくなってエネルギーをもらいたいといった人がどんどん集まってくる。いやだから、ね、やっぱり、うん、集まってます。なんかいろいろ出ますよ。調子悪いから僕に電話かけて話をするだけで話しててあるんですよ。はい、そうです。ああ、だからどんどん捉えてますね、エネルギーを。超してるんです、今、本当に。ああ、なるほど、そういうの言われます。だからね、すごくパン持ってて言われてます。で、だから、こう金太郎の名前も芸名ですけど、はい、ああ、と金太郎しなさいって言われてます。そうですね、向こうのパワーがあって、はい、で、んというのが、はい、まあ、その五十音で言うと一番最後なんですね。はいはい、んというのは簡潔の音です、はいはい、で。簡潔なんですけど、ここで終わるわけではなくて、はい、スケールアップして、あに戻すという意味合いがあります。だから金太郎さんと一緒にお仕事したり、はい、一緒にこう触れ合ったりするとですね、はい、実はスケールアップして兄に戻る、スタートに戻る。ですからもうどん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 金太郎さんとはセッションしていただいたりですね、はい、遊んでいただいたりするといいと思います。暇ないぐらい忙しいですよ。あっちの方がね、
やー、みんな絡んできますよ。はい、本当にそうですよね。そういうところも一応カフェでお話ししていて、面白いですね。面白い。漢字の画数でいろいろありましたけどね、生年月日とか数字じゃないですか。ひらがなって面白いですね。面白いです。私もさっきやってもらったのですごい合ってましたね。癒しのパワーらしいですか。ゆりやさんは湯という音なので、お湯の湯なんです。湯というのはまあ温泉です。だから温泉に、ゆりやさんとこうやってそのお話ししたり、触れ合ったりすると、温泉に入るような、まあ、意味合いがあって元気になるんですね、はい、そうするとやっぱり元気になって飛び立っていくっていう、はい、あのことでですね、はいはい、そう飛び立っちゃうんですよね、元気になっていろいろと問題もあるかもしれませんから、はい、ちょっといろいろご相談させてください、はいはい、それであのサミットに今後の展望や野望があるということですが、はいはい、そうですね、まあ、自分自身が、はい、まあ、シェアとコミュニティっていうのが一番重要だと思っていて、はい、あのカフェを中心として、まあ、いろんなものをシェアしたりとか、はい、まあ、その、まあ、情報だったり人だったりをシェアして、まあ、もうどん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 大きくなってコミュニティを作りたいと思ってですね、コミュニティを、はい、そうしてそこから、まあ、いじめだったり、はい、お子さんのいじめだったりもしくはその高齢の方の、まあ孤独死ですか、はい、そういったものが皆さんがこう目を配って心配をすることによってなくなっていくと思うんですね、はい、だからそこを、まあ、江戸時代の長屋文化みたいなものができたらいいなというふうに思って、はい、まあ、素晴らしいですね、素晴らしいです、まあ、じゃあ皆さんなんか協力してもらってね、はい、うん、はい、でも買いに行けばいろいろその話とかね、いろいろありますから、はい、カフェに行けば、なんか曜日とかなんかそういう、はい、どうすればいいですか、その、あ、そうですね、かかる場合は、もし、まあ、ちょっとカフェにご興味があれば、はい、私と Facebook でつながっていただいたり、まあ、もしくは LINE でつながっていただければ、はい、僕は、空いてる、店が空いてるか空いてないかとかっていうのもチェックできます、はい、はい、僕ともつながってます、僕から入ってもらえれば、はい、皆さん全部行って行き渡ってると思いますが、見てる方もね、つながって入ってもらえれば、はい、そういうので、ね、やれば、全然それもね、はい、やっていきますよね。営業時間は何時から何時でしたか、はい、営業時間はですね、朝の10時から、はい、夕方の16時。10時から16時。ちょっと短い時間帯ですよね。はい。はい、休みは何で日曜日？休みは、ちょっと不定休なんですけども、基本日曜日が休みですね。なんですね、はい、料金が先ほどがあった話、すごい安いんですよね。はい、料金は、はい、まあ、コーヒー、紅茶、ルイボスティー、紅茶、ホットのアイスも、はい、もう全部フルメントですね。飲み放題で1000円です。すごいですよ、はい、飲み放題で1000円で名刺もついてある。セミナーとかの別料金プラス、あ、そうですね、またちょっと別料金になっちゃうんですけど、はい、基本的に来ていただいて1000円払ってもらえれば、ずっと10時から16時までずっと来ていただいて、ありがたい、なんか良心的なんですか、人をつなげさせていただいて、はい、で、まあ、私がもし暇であれば、はい、お話しさせていただいて、はい、じゃあお互いのお話を、どうもありがとうございました、ありがとうございました、素晴らしい、お話しください。